ABC テレビをご覧の皆さん、舞台サイレントスカイに出演いたします竹下恵子です。私は主人公のヘンリエッタの職場の同僚です。スコットランド系で鍵括弧感触持ちと台本には書いてあります。どうもそういう人らしいです。でもとてもユーモアがあって、そしてヘンリエッタに対してはこうヒナを守る母鳥のような、そういうとても包容力のある女性でもあります。頑張ります。スコットランドから渡ってきて家政婦をして、それからハーバードの天文台に勤めて才能を発揮するという、とてもたくましい女性ですね。たくましく、そしてユーモアもあって、時には瞬間湯沸かし器のようにもなって、どんな風になるかまだ私自身つかめていないですけれども、とてもエネルギッシュで、でも、バイタリティがあって、それが明るく伝わればいいなっていうふうに思います。そしてこういう100年前の私たちですけれども、でも実際のこの舞台は今の私たちが呼吸しているこのテンポで進んでいくので、とても軽快で、颯爽としていてかっこいい舞台になると思います。そんな風にしたいと思います。私は皆さんとは初めましてということになります。これから何ヶ月かご一緒させていただくので、ぜひいいチームワークで、何でも話ができる、風通しが良くて元気が良くて明るい、そんな、カンパニーになるように私も、頑張っていきたいと思います。どんな風になりますか、とても楽しみです。こんなもんですかね。美味しいものがたくさんある大阪大好きです。100年前に活躍した女性たち、でもきっと今を生きている私たちにも共通するところがたくさんあると思います。私のふるさとは名古屋です。小さい頃は関西のラジオテレビを見たり聞いたりして育ちました。そういった関西の皆さんにも喜んでいただける舞台を目指します。どうぞよろしくお願いします。11月大阪 ABC ホールでお待ちしています。1900年代初頭のアメリカ、時代の開拓者となった女性たちのきらめきが美しい物語を奏で現代に光を注ぐ、実在の天文学者の生涯を描いたローレン・ガンダーソンの傑作を大河内直子の演出で日本初上演。舞台サイレントスカイ大阪公演は11月1日から4日まで ABC ホールにて、ただいまチケット好評発売中。